国だったと思うんですけども、これから奥に香港、オリンピック予選の香港戦、失礼いたしました見事だったと思うんですが、これからオフの機会に入ってね、どういった形でトレーニングをされていきますか。いや、まあゆっくりちょっと休んでまた考えたいなと思います。はい、じゃあ本田選手の左足が見ることを期待していきたいと思います。さあ、それでは